はい、どうも米尾チャンネルです。ウェーイ。先ほどですね、西口の散策を終えまして、今度はですね、こっちの方、栄えてる東口の方ね、行ってみようと思ってます。川口はね、以前、テレビの特集で来たことがあって、特集を見て来たことがあって、それがね、東口の方で、東口その時にあるって非常に栄えてるなっていう印象を受けたので、今日もね、久しぶりに来てみたんですけど、非常に楽しみですね。お、出てすぐに、そごうとか、なんかショップが入っているビルが何個かありますね。うん、もう出た瞬間から印象としては大宮ぐらいね、栄えてる。こことかも大宮のそごうにちょっと似てますよね。ロータリーの印象としては大宮ぐらい栄えてるんじゃないのかなっていう印象を受けます。はい、じゃあちょっとね、どうしよう、こっちの方から行ってみようかな。駅出て右の方から散策してみようと思います。西口はね、散策したんだけど、ちょっと見どころがね、少なかった。うん、住宅地って感じかな。西公園はすごくいいなと思いましたね。彫刻とか、整備された庭とかあって面白いなと思いました。東口はどんな感じになってるんでしょうね。もう5年ぶりぐらいなんでね、だいぶ忘れちゃいましたね。焼肉ライフとか、ほらバーガーキングとかさ、もう出てすぐにファストフードとかが食べられる。いいねすぐジャンキーですね。カフェもできて、携帯ショップもあるんで、非常に利便性が高いですね。ここの建物なんて言うんだろう、何クポラっていうのかな。クポラっていう建物なんですかね、ちょっとわからないんですけど、クポラっていう建物になってますね。ちょっと建物の中は撮影ができなかったりするところが、非常に多いので、ちょっとここは入らないでおきます。クポラです。クポラ側から見る川口駅前の様子はこんな感じになっております。都会感があって、すごい広い広場が下に見えますね。下の方にもショップが点在しております。じゃあちょっと階段降りて広場の方に行ってみましょう。川口東口やっぱ栄えてますね。なんか都会感がすごい。西口の高層マンションとかもすごいけど、浦和とか大宮とも違う、なんか街の雰囲気が漂ってますね。違うなんか栄え方をしてるというか、独特の川口には川口の匂いがします。何を言ってるんだ意味わからない例えでしたけど、なんかあるんですよ。その中にもなんかこう昔からあるんじゃないかっていう門構えのお店ありますね。川口堂書店。書店？書店ですね。ここはなんか昔からあるんじゃないかなっていうような雰囲気出てますね。多分なんか看板とかは変えてるんでしょうけど、名前からして昔からありますよみたいな雰囲気が出てます。英語も学べて、お宝を買い取ってくれて、はい、ご飯も食べれると。駅降りて食べるのには困らなそうですね。吉野家も松屋もあって、ライバルじゃん。競合しちゃってますね。すげえ栄えてる。
そうそう、とりあえず右側から行きましょう。ちょっと駅の方に戻ってきちゃったけど、右の方行ってみます。川口は鋳物の町っていうだけあって、鉄で作られた彫刻とかがところどころにあるんですよね。これも鋳物のオブジェですよね。彫刻とかオブジェとかがたくさんありますね。オブジェと彫刻ってどっちも同じ意味なのかな。うわー、ほら見て、筋肉隆々、ムッキムキ。働く、なんだろう、喜びかな。働く喜び。へー、社団法人川口青年会館所創立10周年を記念して作られた、鋳物と働くことの素晴らしさを表現したものって書いてあるんで、これは多分あれですね、あの鋳物で作られた、鋳物を作る様子を表現した彫刻なんでしょうね。はい、本当に鋳型に注ぎ込む中等作業を表してるって書いてあるんで、鋳物の作業中のムッキムキの労働者の彫刻です。味があるね、いいね、でその横にあの花を添えるかのように松があるってね、松の間に挟まれた鋳物の作業をする鋳物の、彫刻でした。はい、よく見るとほらこれ信号とかもさ、鋳物とかを、鋳物じゃないこれ、そういうのちょっとこう要所要所でさ使われてますよね。川口の伝統工芸っていうんですかね。浦和はさ、レッツを結構レッツの上りとかをさ設置してましたけど、川口は鋳物を要所要所で使ったなんか信号とか建造物があったりするんですね。いやもう都会じゃない？この街並みめちゃめちゃ都会じゃん。もう高層ビル、高層マンション。やっぱり西口に比べて東口はショップもなんか賑やかな感じがしますよ。カフェとかも、おしゃれですね。おしゃれなカフェもすぐにあります。これはでもチェーン店かな、チェーン店のカフェがありますね。はい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 、うわめっちゃもう都会ですよ本当に。すごいなんかね、歩ってて楽しいですね。東口、これだよ、これを求めていた俺は、このにぎわいを求めていた。まあ静かなところも好きですけどね。でも街ぶらしてやっぱり視聴者さんにこういうもん、こういう感じだよって伝えるにはやっぱにぎやすかさは欲しいっすよね。はい、いやーすごいな、建物の迫力が、都会感がやっぱすごい川口は。まあ東京じゃないですよ、まだ埼玉ですよ。もう埼玉でほらもう高層マンションですよ、すごいでしょ。いやー家賃高そう、絶対住めなさそう、無理でしょこれ、絶対住めないこれ。いくらかかるんだろうこういうマンションって。年収いくらくらいだったらこういうマンション住むんだろうってちょっと想像しちゃいますよね。絶対無理でしょ。とりあえず迫力のある高層マンション群が、立ち並ぶ通りなんですけど、この辺はちょっとショップがないですね。どこか、右に曲がると西口の方に多分行ってしまうと思うので、左に曲がって、引き返してみましょう。この辺がキリいいかな。この辺がキリがいいので、引き返してみようかな。軽く、まあ地図持ってきたので地図見て、
東口、あ、これで合ってるな、こうか、あー、川口駅の東口、うん、え、ちょっと待って、うん、うん、でも引き返した方が良さそうですね。この辺でちょっとこっちの方は行かずに、こっちの方、左の方に曲がって引き返してみます。まだ紅葉のシーズンですよね。完全に紅葉しきれてない木々がありますけど、上の方は赤くなってて、まあ下の方は日に当たってないのでまだ緑が残ってますね。何の木かな、なんだろう、わかんねえや。いや、それにしてもマンションでかいっすね。何度も同じこと言うようで申し訳ないですけど、でかすぎる。自分の住んでいるね、町がここまでね、高い建物がないので、まあ、大宮とかはそこそこあるんですけど、住んでるところは本当にね、まあ、開発の都合とかもあるんでしょうね、高い建物が全然ないんですよ。なので同じ埼玉でもね、ここまで大きな建物が立ち並んでると圧倒されますね。すごいっすわ。埼玉なんだけど東京に来たような気分になってますね。はい、マンションの下にほら居酒屋とかもあって、すぐに飲みに行けますね。こういうところもあって、ちょっとしたマンションの憩いの場とかもありますね。ああ、ショップも多そうですね、この辺は。松屋、これはあの牛丼の松屋じゃない松屋ですね。松屋でいいんだよね。松屋で良さそうですね。呉服屋かな、うん、そんな感じですね。え、なんだろう、ここはちょっとしたショッピングができるようなところなのかな。どこか横断歩道を渡ってこの中入ってみましょうか。撮影できるのかな。ちょっと横断歩道まで遠いですね。なんか立派な、これなんだろうな、神社とかお寺とかですかね。成田山川口分院明王会館っていうのがありますね。立派な建物ですね、非常に。その横に声優があって、ちょっと声優の、中は多分撮影はできないと思うんですけど、広場みたいなところにつながるところがあったんで、見えたんで、そこにちょっと入ってみようかなっていうふうに思ってますね。おう、うん、川口はやっぱり綺麗、整備がすごいされてて綺麗です本当に。あー、ここからも入れるんで、ここから入ってみましょうか。あ、入れねえか。まあいいや、行ってみます、このまま。声優の入り口、後ろ側にもあるみたいですね。あ、広場ありましたね。ちょっとした、買い物を終えて少し過ごせるような声優の広場がここにあります、まあ、特に周辺に、声優の周辺に何かショップがあるとかそういうわけでは
なさそうですね。そのまま、そうですね、通り抜けられるっていうだけな感じです。あ、ところどころでお店ありますけどね。ありましたね。あ、クリスマスツリーありますね。一応撮っときましょうか。はい、もうすぐクリスマスなので、ツリーが飾られてますね。あ、なんか、遠山武道具店とか、うん、剣道のね、お店とかありますよ。はい、ツリーです。ツリーですね。いい感じに飾られてるじゃないですか。子供たちが作った飾りなのかな。こういうのがあると町の人たちとしっかり交流できてるところなんだなっていう感じがして親しみが持てますね。はい、こんな感じですね。なんか割と呉服屋さんとかがあったりして、ちょっとなんか思った以上に落ち着いた雰囲気がありますね。町の政策とかで建物を新しくして、以前からここにあったお店がまた入ったっていう感じかな。日本で唯一、何？靴と中敷きによって、もうちょっと近く行くか。日本で唯一靴と中敷きによって足道楽、あー、なんか足の専門店みたいですね。こんなお店あるんだ。足の専門店なんて俺聞いたことないっすよ。いろんな店があるんですね。ほうほうほう。歌好き大集合、ピアプラム、カラオケですかね。歌好きってことは、うわ、なんだろう、ベジタバル、あー、美味しそうですね。洋食屋さんですね。あー、そういえばお腹空きましたね。なんか食べたいな。イタリアン、ピザかな。いや、マジでお腹空きました。ということで、ちょっとね、うん、お腹空きました。なので一旦ちょっと駅の方に戻って、ご飯食べてから街ブラ再開したいと思います。何個かね、動画分けて、あ、面白い、何これ、ビグバザール、海外の食料品店ですかね。ほら、国際って書いてある。なんだろう、分かんないけど、海外の食料品店があります。面白そうっすね。こんなのもありますね。とにかく、お腹がめちゃくちゃ空いてしょうがないので、一旦動画を止めて食事を取りたいと思います。イタリアン見つけた瞬間に、洋食屋さん見つけた瞬間に急激にお腹が空きました。はい、耐えきれないので、まずはここで一旦動画を切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あー、お腹空きました。